行くよ。刀で敵を攻撃してみましょう。ドヤンドヤン、いいわね、その調子だ。攻撃を与えて、門に結界が張られておる。全ての門番を排除しないと先に進めないみたいね。この敵を倒せばいいようで、私たちを切り替えてみましょう。いつでも呼んでちょうだいね。陰陽術を見せてやろう。特大のをお見舞いしてあげます。やっとやっ、倒せましたね。このまま進みましょう。しっかり見極めないと。とやととと、やっとと、やっとやっとやっとやっ、チリボタン。やっ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 、あいつれ。通れるようになりました。このまま進みましょう。敵が出現しました。あなたたちなんてちっとも怖くないんだから。よーく相手の様子を見るのだ。なんだか様子がおかしいです。注意して、何か仕掛けてくる。やっ、まだまだ、それと、やっ、チリボ。注意を警戒しましょう。もう少しで倒せそうよ。真剣の扱いにめちゃ慣れてきたかも。まさか戦国時代に来ちゃうなんてね。最高よ。今夜は年代物の潤滑油で祝杯をあげましょう。よろしくね。心して参りましょう。では浄土へと送って差し上げましょう。お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと言っただろう。私に話しかけるようなものだ。貫く。それだ。まだまだ。もう自動だ。それ。それ。人の欲とはこうも醜く果てのないものなのか。
まだまだ。ですがあなた方はとても幸運です。まだまだ。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。まだまだ。この不思議庵剣心が正しい道へと導いて差し上げます。よいしょ。貫く。まだまだ。どけと、やっぱ槍の攻撃を。一度地獄へ落ちて魂を浄化するのです。その道案内をしてあげましょう。まだまだ。お願いだから話を聞いてきてば。マラワもさすがにイラついてきたな。まだまだ。もう十分生きとれ。まだまだ。それと、やっぱまいっ起きました。もう十分生きたでしょ。どうぞ。どうぞ。まだまだ。貫く。あいつの動きをよく見て。どうぞ。なぬ。もう少しで倒せそうよ。それ。まだ。まだまだ。貫く。と、やばい。まだまだ。と、この身がつき。や。これが神獣たる賜物前の末裔、大陰陽師の力だ。よろしくね。陰陽術を見せてやろう。いざ、尋常に勝負。こういうわがままな子供には大人の恐ろしさを思い知らせてやらねばなるまい。それがお姉さんの役目というものだ。それ。まだまだ。はあ。それ。それ。どうだ。ここだ。信玄さんのこと子供扱いするのやめてくれない。自分だってお子様だ。わらわがお子様だと。子供というのは本当に分別がないのだな。それそれそれ。それどうだ。それここいい。どうだ。まだまだ。ここだ。どうだ。それそれ。ここだ。わらわのこともちゃんとお姉さんと呼びなさい。信玄ちゃんもよかったらそう呼んであげてもいいよ。あらあら、これじゃあどっちがわがままな子供なのかわからないわね。どうだ。それはあ。
ようなのだ。やば、ほう、それはあ、どうだ、まだまだ、どうだ、実力の差は努力の差ってことだね。今夜は年代物の潤滑油で祝杯をあげましょう。